こんにちは、ブース。今日は7月18日の深夜に放送された乃木坂工事中の話をしていくよ。今回は上半期乃木坂46反省大賞、だよ。4期メンバーはすごいね。特にトップ2の色がまるきり違うのがすごい。白石麻衣と西野七瀬みたいだ。このチャンネルでは乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うので、よかったらチャンネル登録していってね。今日のインデックスはこんな感じ。1、樋口日奈の悩み。2、寂しがり屋のはずの梅沢みなみ。3、柿遥香のオペラと遠藤桜の心意気。4、今回のベストショット。5、乃木坂配信中。6、今回のカズミン。最初は1、樋口日奈の悩み。ね、ちょっとだけ、設楽統がさすがだなと思ったのは、樋口日奈が反省を口にした序盤で、全てを察したこと。きついロケをやりたくないけど、テレビ的には、やりたくないと言った方が盛り上がる。流れの中でどうしていいのか、わからなくなったってことね。難しいところだよね。これをうまいこと団体芸に昇華したのが、ダチョウクラブだね。ああ、どうぞどうぞ。ね。ま、今回はそういう流れにならなかったからね。ヒット祈願ってさ、もう後輩たちのものになり始めている。慣れてないのに頑張っている姿が感動を生むんだよね。ロケだし、バラエティ力が必要ないから、まだテレビ、がわからない後輩の活躍の場所なんだよね。樋口日奈ってさ、一期メンバーで、ずっと見ているし、15歳の頃から人妻の色気があると言われ続けてきて、今も落ち着いた美人さんじゃん。でもさ、樋口日奈って23歳なんだよね。実は菅井優香や佐々木久美よりも年下なんだよね。樋口日奈がきついヒット祈願に参戦するときに、巻き込まれて星野みなみも参加することになるのかな？設楽統に勘違いされかけたときに違う違う、と否定してたのが、可愛かったです。全然関係ないけど、新内舞は心底嫌そうだったね。よし、新内舞は次のヒット祈願は必ず参加してもらおう。次は2、寂しがり屋のはずの梅沢みなみ。ね、梅沢みなみは2回悩みを言ってたね。最初に言ってた最初のガヤは3番組共通の話だね。乃木中のオープニングは最後にメンバーのワンアクションあるから気にしないけどね。番組の盛り上がりというよりも本人への効果の方が大きいかな。声を出しておいた方が喉が開くし、気持ち的に前に出やすくんるんじゃない？で、自分のわがままに付き合ってくれた斉藤飛鳥をソファで寝かせてしまったことを悔やんでいると、梅沢みなみはたまに可愛いエピソードが出てくるよね。心霊スポットに中田かなと一緒に行った時にくっついて離れなかったのは、可愛かった。今回は、食事したら離れたくなくなっちゃったと。ほろ酔いで今夜は帰りたくないの、だね。後悔している梅沢みなみと、それを受けた斉藤飛鳥が気になっているところがまるきり違うところが面白かったね。今夜は帰りたくないの、モードだったのに、眠くなったら、そっちが優先されるもんだね。どこかで似たような話を聞いたと思ってたんだけど、思い出した。そんなこと言われたことあるの？残念だけど、私じゃないよ。生田絵梨花が似たようなことやってた。ライブ帰りの都内へのバスの中で中本姫香にお泊まりしたい、と言い出したそうな。ああ、ジャイアン生田絵梨花を唯一コントロールしていたという中本姫香ね。ライブ帰りのバスの中でテンションが上がりすぎて騒ぐ生田絵梨花を誰が注意しても、言うこと聞かないのに、中本姫香が言うとおとなしくなったという。中本姫香は翌日に予定があったんだか、遠かったからか、今度ね、と言うんだけど、生田絵梨花は止まらなかったらしい。で、しまいには泣き出したらしいんだ。で、結局マネージャーさんのところに生田絵梨花と中本姫香でお泊まりすることになったんだけど、家に着いた途端に生田絵梨花は寝ちゃったらしい。こういう時って、おしゃべりしたいとかじゃなくて、部屋に入ったらミッションコンプリートなんだろうね。わがままな私を受け入れてくれた、寝ている時にそばに誰かいる。朝起きた時に誰かいる、それで十分なんじゃない。これが異性なら続きがあるけど、同性なら仲間内しかいない特別な空間、で十分なのかもね。次は3、柿遥香のオペラと遠藤桜の心意気。ね。柿遥香のオペラは面白かったね。それは編集の魔法だと思うよ。でも、やりきるところで合格点だし、ちゃんと、右腕を前に出してオペラっぽくしたのは、すごい対応力だったと思うよ。これだけオペラをこすられたら、ミーグリで延々やることになりそうだね。最近ミーグリについて思うんだけどさ、番組でフックを作るとそればっかやることになってそうだよね。メンバーは割り切れば楽な時間になるけど、同じことの繰り返しは精神を蝕むよね。刺身にタンポポ置く工場バイトを延々しているみたいで。遠藤桜は、まさに泣いて強くなる。
だね、設楽統も言っていたけど、心を凍らして、その時間を忍ぶんじゃなくて、泣くほど心を開いてくれていた方が見てて嬉しいんだよね。最後に点数は100点、ということになりました。遠藤桜は低い方にボケたら、低い方に気持ちを持っていかれそうだから100点って言っていった方がいいと思うよ。確かちゃんとした名前がついていたと思うけど、ポジティブなことを言ってたら、本当にポジティブになれる。ってやつだね。それもやりすぎると、心が気持ちをどこに持っていっていいかわからなくなって壊れちゃうから、バランスが必要だけどね。4. 今回のベストショット、柿遥香のオペラ完成、設楽統の言葉が嬉しかった遠藤桜、違うところが引っかかっていた斉藤飛鳥。柿遥香はオペラキャラになっていくの？ライブで1回ぐらいオペラを披露してくれるかもね。生田絵梨花と共演してもらおう。生田絵梨花がよく出演しているのはミュージカルだから、また違うものだけどね。そこまで絶望っぽく泣いていた遠藤桜が設楽統の言葉に光を感じて顔が明るくなりました。それが可愛かった。そうだったっけ？大園桃子っていう先輩もそうだったし、場数をこなしていけば、大丈夫って言ってた。今、がむしゃらにやっていることが正しい努力だったことが嬉しかったんだろうね。で、別途を用意できなかったと後悔する梅沢みなみとしかされたことにもやもやする斉藤飛鳥ね。一通りのことはさっき話したことね。申し訳ないと思っている部分と、相手が違和感を感じている部分が微妙に異なるってあるあるだよね。次は5、乃木坂配信中。ね。木曜日に乃木坂配信中が配信されました。その中で高山和美の卒業が発表されました。うん？カズミン、カズミンが卒業となっちゃうとさ、その前の展開も気になっちゃうわけさ。キャプテンの秋元真夏がいたのに、ひな壇にいて、MC は梅沢みなみと久保志織だったわけ。もう、秋元真夏も卒業の準備に入ったのかと気流を感じてしまうのさ。あんまり深く考えなさんな。いろいろ試せるのが身内で作る番組の良さだろうよ。だってさ、次期キャプテンって梅沢みなみか久保志織の二択じゃん。その二人が MC をやったらいろいろ考えちゃうじゃん。考えすぎだよ。次はきっと4期メンバーの誰かが MC をやってるかもよ。ラジオをやっている人もいるし、4期メンバーでラジオをやっているメンバーって、弓木奈緒？カオスになりそうだけど、フォローできるメンバーをひな壇の前に並べてなんとかするかもよ。最後は6。今回のカズミン。ね。何これ？カズミンが番組を卒業するまで、カズミンを追いかけるよ。誰かが卒業するたびにやるの？それは考えてない。私は3グループにそれぞれ推しはいるけど、カズミンと言ったのは特別だからね。ひょっとしたら推しが卒業の時はやるかもだけど、全員は考えてない。推しの卒業。あ、未来の余計なことは考えるな。よし、じゃあ行ってみよう。今回の高山カズミは、過去の VTR に出てきました。あれ、終わり？さすがに今回はこれ以上言いようがなかった。んじゃ、締めようか。なるほどと思ったら高評価、全然違うと思ったら低評価を押していってね。皆さんはどう感じました？思うところをコメントで書いていってね。これから、乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うのでよろしくね。